スオ TV です。はい、皆さん今日はですね、マスオの簡単レシピということで、今回はですね、こちらお正月まだ食べきってないよっていう方もね、いそうな、このね、切り餅を使った簡単レシピを今回はやっていきたいと思います。でね、だいたいね、毎年やってるんですけど、去年は確かチョコ餅っていうのを作ったんで、もしね、興味がある方はね、動画概要欄のリンクから飛んでみてください。で、今日作るのがですね、なんかテレビで話題になったらしい、秋田県のでよく食べられてるらしいバター餅っていうのを作っていきたいと思います。柔らかくてほんのり甘く、バター風味が美味しいお餅っていうことで、クックパッドのね、参考レシピを元に作っていきたいと思います。クックパッドでもね、すごい話題になってる。はい、ということで実際に作っていきましょう。では実際に作っていきたいと思います。まず200ぐらいの切り餅をこのように茹でていきます。で、柔らかくなったら水を切ります。ちょっとお待ちください。どんぐらいだろうね、これね。なんかあんまりさ、お餅をこう煮るっていうのもあんまないから不思議な感覚ですね、これ。5分ぐらい煮たら、このぐらいね、お餅柔らかくなりました。で、これで湯切りをするんですが、全部湯切りするんじゃなくて、少し、ほんの少しですが、残した状態で湯切りをするとちょうどよくなるらしいんで。どんぐらい？おー。まあ、こんぐらいにしときましょうがね。ちょっとこう、水残ってる程度にね。はい、で、そうしましたら、この上にバター 10g を乗せて、これでね、バターを溶かしていきます。うわ、すげえ、バターのいい香りする。で、そこに小麦粉 10g、砂糖 30g、塩少々を入れて、手早くかき混ぜていきましょう。オラ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 。もうちょっと柔らかくなるはずなのかな、これ。ちょっと、もうちょっと茹でた方が良かったのかもしれないけど、これ、お餅ついてるみたいになりますね。よしよしよし。あ、でもいいじゃん、いいじゃん。ほら、うまそうだよ、もう。で、さらにここに卵黄を入れて、手早く混ぜていきましょう。もうちょっと水加えた方が良かったのか、熱した方が良かったのか、どっちだったんだろう。すごい、色合いがすごいことになってますよ、これ。で、続いてなんですが、タッパかお皿にサランラップをして、片栗粉をこうまぶします。先ほどのお餅をここに流し込んでいきましょう。ヘラを使って流し込むといいみたい。はい、で、こんな風に移し替えたら、上にもこう片栗粉をまぶしながら、表面を平らにしていきます。こんな感じ。本当にこういうの食べてんのかなって気になっちゃうけどね。はい、ということで、お餅冷えたんで、ここから切っていきます。で、切って食べるらしいんですけど、ちょっとね、平らになりすぎちゃったんで、こう切ったやつを丸めてみました。そうすると、こういう風にね、なんかちょっとハンバーグ焼く前みたいになってますけど、これで多分完成形だと思う。切った状態でもいいと思うんだけど、なんかこっちの方が食べやすそうだから。ほら、なんか美味しそうじゃない？なんかすごくない？ただ、僕はその、バター餅の完成形がわからないんで、食べたことないから、本物のやつ。完成形がわからないんですけど、この片栗粉をつけることによって、非常に扱いやすくなるんですよね。ほら。扱いやすくなるんで、これで食べやすくなるということです。では、実際にこちら食べてみたいと思います。こんな感じですね、バター餅。とっても柔らかいです。冷えてるのにこんなに柔らかい。なんかつきたての餅そのままみたいな、感じですね。でも味がどうなるか全く想像がつかない。いただきまーす。うまい！あ、美味しい、これ。なんか食感はつきたての餅な食感で、ほのかに、ほのかに甘いのと、あと多分卵が入ってるから若干まろやかになってんだけど、うまいな、これ。なんか雪見大福の一番外あるじゃないですか、あれがもう少しまろやかになった、そんな感じのお餅。これはいい、マジうまい。余ったお餅でこれ簡単にできたら最高だわ。
はい、ということで今回は余ったお餅でバター餅を作っていきました。マジでうまいから本当におすすめです。ぜひね、あの普通の食べ方飽きたよっていう方はね、バター餅作ってみてはいかがでしょうか。動画概要欄にね、詳しいね、あのクックパッドのねリンク貼っておきますので、そちらからチェックしてみてください。最高、うん、いい新年でした。はい、ということで皆さん、今日も最後までご視聴いただいてありがとうございました。以上、マスオ TV でした。バイバーイ。